ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私最近思うことがあるの。この世はチャンスで溢れているって。いきなりどうしたんだ霊夢。今まで一部の人にしか注目されてなかったのに、SNS でバズったりして、爆発的に人気が出る人が増えたと思うのよね。確かに、ものすごい勢いで動画や写真などが拡散されて、瞬く間に有名になったり、TikTok で歌や曲が使われて、大ヒットにつながったりすることも多いよな。なんだか夢があっていいわよね。いわゆるシンデレラストーリーってやつには、やっぱり憧れちゃうわ。とはいえ、有名になった人たちって、何がきっかけだったんだろう。それじゃあ今回は、無名から一気に有名になった人について、ゆっくり解説しようかな。どんなストーリーがあるのか楽しみ。それじゃあ早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。一人目に紹介するのは、グラエンサーとして活躍する、チーマキさんだ。2024年5月現在、18歳の若々しさあふれる女の子だぜ。いきなりだけど、グラエンサーって何？インフルエンサーでありながら、グラビアでも活躍する人のことだぜ。最近では、美女は SNS から誕生する時代、なんて言われているぐらい、グラエンサーは大人気なんだ。そうなの？2023年のデジタル写真集ダウンロードランキングでは、1位から10位までのうち、グラエンサーが7人もランクインしているんだよ。すごい人気っぷりね。そこまで周知されているなんて驚きだわ。ここ数年、SNS 上で自らグラビアの写真を発信する女性が増えていて、自分の魅力を表現する方法の一つになっているようだぜ。今までは、グラビアって言うと、男性向けのイメージがあったけど、最近では、女の子の憧れの存在として、人気がある人も多いものね。チーマキさんも、美しい顔立ちに抜群のスタイルが人気のグラエンサーで、先ほど話した、2023年のデジタル写真集ランキングにも、第9位にランクインするほど注目されているんだ。だが彼女は、人気グラエンサーになる前にとあるトラブルを起こし、それがきっかけで人生が一変したんだぜ。何があったの？チーマキさんは、2023年2月に、下着の起用案件を受けたとのことで、自身の下着姿の写真を、インスタグラムに投稿したんだ。その時チーマキさんは現役の高校生で、この投稿が通っていた学校にも知れてしまい、即退学処分となってしまったんだぜ。即退学？かなり厳しい対応に思えるわ。チーマキさんが通っていた高校は、アルバイト禁止だったことに加えて、公序良俗に反するという理由で、重い処分額だったようだな。案件したら定額吹っ飛ばして退学になった、と SNS に投稿されると、いきなり退学はかわいそう、拘束厳しすぎと、同情の声が集まっていた。案件を受けるときは気をつけないと恐ろしいことになるんだね。修学旅行の3日前に退学したそうだから、チーマキさんもショックだっただろうな。この騒動は、インスタグラムのみならず、ツイッター、現 X でも取り上げられ、どんどん拡散されていった。こうしてチーマキさんは、たくさんの人に知られることとなるんだ。フォロワーは増えたかもしれないけど、高校を退学になってしまったんだし、ダメージの方が大きい気がする。だがなんと、チーマキさんはこの騒動からおよそ4ヶ月後に、週刊プレイボーイでグラビアデビューしたんだぜ。悲運の事件のインフルエンサーとして、初グラビアに挑戦したんだ。すごい、退学騒動を完全に逆手に取ってデビューしたのね。そして、さらにネット上を驚かせたのが、2024年5月9日に X にて、下着案件退学 JK は卒業できました。もう中卒いじりしないでね、というコメントとともに、ブレザーを着て卒業証書を持つ、チーマキさんの写真が投稿されたことなんだ。チーマキさん、違う高校に入学し直していたの？ああ、N 高等学校という高校だぜ。ネットと通信制高校の制度を活用した学校だ。騒動があって即退学になったからといって、自暴自棄にならず、ちゃんと高校を卒業したのは偉いわね。ネット上では、退学しても再度入学して卒業した根性と努力はすごいと思うという声や、卒業を祝うコメントが続々と寄せられたんだ。高校在学中に下着の案件で退学、というショッキングな内容からその名が知られたが、抜群のスタイルを活かして、これからも活躍していくと思うぞ。ファンもどんどん増えそうだね。2024年1月に掲載されたインタビューでは、上京する予定だと話していたから、
本格的にグラエンサーとしての活動を始めていくんだろうな。楽しい新生活が送れるよう願っているわ。二人目に紹介するのは、バキドウという名前で、一躍ネットの有名人となった、グンピーさんだ。彼の本名であり旧芸名は、山口博樹さんだが、一度改名しているんだよ。彼は、春と飛行機というお笑いコンビの、ボケ担当なんだぜ。そうだったんだ。名前は聞いたことがあったけど、芸人さんだったのは知らなかったわ。バキドウというのは、グンピーさんについた二つ名なんだが、これがネットミームとして広まり、たくさんの人がこの言葉を使ったんだ。ネットミームになるっていうのは、すごく流行るってこと？ああ、簡単に言ってしまえば、ネット上の流行ネタという感じだな。動画、画像、文章などのコンテンツを、みんなが同じように使い広まっていくということだぜ。ちなみに、バキドウってどういう意味なの？バキバキの童貞だという意味だ。え？聞いた私がちょっと気まずくなったわ。それにしても、なんでそんな二つ名を付けられてしまったの？2019年4月に、ネットニュース番組の街頭インタビューを受けたのがきっかけなんだぜ。テーマは、性交渉経験率と収入に相関関係があるか。というもので、はじめは、現代の童貞処女率が著しく高くなっていますが、と聞かれ、感想を求められたんだ。それに対しグンピーさんは、それは遺憾ですねと答えたんだよ。ふむふむ。するとインタビュアーはいきなり、ご自身は？と質問してきたのだが、自分は経験がなかったグンピーさんは焦って、バキバキ童貞ですと、とっさに答えてしまったそうだぜ。そうだったのね。遺憾ですねって言っておきながら、自分は経験がないんかいってなったら、確かにちょっと面白いかも。グンピーさんは、このインタビューをセクシーなビデオの撮影だと思い込み、後で女性との絡みがあるかもしれないと、ノリノリで答えたらしいな。それは残念だったわね。このインタビューの一連の流れと、映像を切り抜いた画像が拡散されて、ネットミームとして有名になったんだ。フリー素材化のように各所で使われていたからな。一度は見たことあるって人も多いかもしれないね。グンピーさんとしては、こんな二つ名は付けられたくなかったそうだが、バキドウとしてブレイクしたことがきっかけで、人気 YouTuber の仲間入りを果たしたんだぜ。もともと YouTuber だったわけではないんだね。ああ、ある時セクシー女優の方の YouTube チャンネルにグンピーさんが呼ばれ、出演することになったんだが、その動画が100万回再生を突破したんだ。それを見た事務所のマネージャーに、バキドウでチャンネル始めたら？と言われて、やることにしたそうだぜ。でも、本人はこの二つ名を付けられたくなかったんだったら、この名前で YouTube をやるのは嫌だったんじゃないの？ああ、最初は渋っていたグンピーさんだったが、イベントをやった時に、マネージャーとイベントを主催した後輩が、何やらこそこそと話しているなと思ったら、そこで決まってしまったらしい。マネージャーさん、強引すぎ。これはいけると思ったんだろうな。その後、有名セクシー男優がグンピーさんのチャンネルに出演し、その動画の再生数が伸びて、一気にブレイクしたそうだぜ。本人としては不本意なスタートだっただろうけど、YouTuber としても成功するなんて、すごいと思うわ。最初は渋々やっていた YouTube だったが、セクシー動画業界からコラボのオファーが来ると、みるみるやる気が上がっていったとのことだ。そこが原動力なんだね。2024年5月現在、バキドウチャンネルは、登録者数152万人の大人気チャンネルだぜ。さらに、テレビでの露出も多くなり、コンビでポカポカや、オールスター感謝祭にも出演したんだ。さらにグンピーさんは、ドラマにも出たんだぜ。ドラマに？俳優デビューじゃない。グンピーさんが出演したのは、大病院選挙というドラマで、主人公の刑事をサポートする、情報分析官という役を担ったんだ。ドラマのプロデューサーが、バキドウチャンネルを知ったことが、出演をオファーするきっかけだったそうだぜ。しぶしぶ始めた YouTube が、まさかドラマ出演につながるだなんて、夢にも思ってなかったでしょうね。まさに霊夢の言っていた、シンデレラストーリーじゃないか。流行った名前は何とも言えないけど、確かにそうね。偶然受けたインタビューで答えた内容が、一気に拡散されてネットミーム化し、一躍有名人になるなんて、誰も予想できなかっただろうな。ただバキドウとして有名になったというだけではなく、グンピーさんは、トーク力やプレゼン力に定評があるんだぜ。ただ二つ名が流行っただけなら、ここまで人気が出たかはわからないものね。
そうだな、彼は下ネタばかりを扱っているわけではなく、自身のチャンネルで解説シリーズとして、歴史や法律についての話なんかもしているんだ。その他に漫画についての解説もあるが、ためになるし面白いという感想も多いので、気になった人はぜひチェックしてみてほしいぜ。ネットで拡散されたインタビューの画像だけ見ると、一体どんな人なんだろうって思ったけど、YouTube チャンネルの動画も見てみたくなったわ。グンピーさん個人としての活動もだが、お笑いコンビ、ハルト飛行機としても、活躍してくれるのが楽しみだな。3人目に紹介するのは、なえなのさんだ。彼女は高校2年生の時に、TikTok の動画投稿を始め、そこから爆発的に人気が出て、あっという間にインフルエンサーになったんだぜ。なえなのさん、とっても可愛い方よね。テレビ番組でも見たことがあるわ。今では、バラエティ番組やドラマにも出演し、モデルとしても活躍しているんだが、彼女の SNS 総フォロワー数は、2023年の時点で700万人もいるんだ。ものすごいフォロワー数。普通の女の子だったなえなのさんが、ここまでフォロワー数を増やすなんて、やっぱり色々と努力してきたからよね。そうだな、なえなのさんが TikTok に動画を初投稿したのは、2017年9月17日だったんだが、これは同アプリがローンチされた、4日後のことだったそうだ。それじゃあ、まだ TikTok 自体が、ほとんど認知されてなかったわよね。世間全体ではまだまだ知られていなかったが、若い世代の間では話題になっていたらしく、その時、クリエイターとして頑張りたいと思っていたなえなのさんは、すぐにアプリをダウンロードしたんだ。とはいえ、投稿を始めたばかりの頃は、再生回数も伸び悩んでいたんだよ。いきなりバズったわけじゃなかったのね。再生回数が増えるきっかけになったのは、2018年1月に投稿した動画で、流行りの音源を使ったところ、ファンがつくようになったそうだぜ。高校を卒業したなえなのさんは、アパレル店員として働いていたんだが、すでに地元では SNS で有名になっていたから、勤務するのが難しくなり数ヶ月で退職しているんだ。やっぱり SNS の影響力ってすごい。それだけ大きな反響があったんだね。なえなのさんは退職した後、クリエイターとして活動するために、両親の反対を押し切って上京したんだよ。クリエイターとして食べていける人って、ほんの一握りなんでしょうし、ご両親が心配してしまう気持ちもわかるわ。だが、なえなのさんは、アパレル店員だった頃は、時間がなくあまり更新できていなかった YouTube を本格的に始めると、約2週間で登録者数が10万人を超えて、どんどん知名度が上がっていったんだ。YouTube チャンネルでは、どんな動画を投稿しているの？視聴者からの質問コーナーで回答したり、ナイトルーティーンやメイク動画など、自宅にて緩い感じで撮影されたものが多いぜ。彼女のふんわりした雰囲気に合ってるわね。ファンからは、なえなのさんの自然体で、ほんわかした雰囲気が好きだという声が多いから、こういう動画も人気なんだろうな。ASMR 動画もいくつか投稿されているんだが、視聴者からは、顔も声も可愛い、見ていて癒されると、こちらも大好評だ。これだけとっても可愛かったら、同世代の子たちが憧れるのもすごくわかるわ。日本の女の子が一番なりたい顔という、キャッチフレーズがついたほど、そのルックスの可愛さが注目されているなえなのさんだが、彼女の魅力は見た目だけでなく、とても努力家なところにもあるんだぜ。とにかく、動画を投稿することに対してのこだわりがすごいんだ。何か気をつけていることがあるの？TikTok に関しては、おすすめフィードをひたすらチェックしていて、1日4時間ほど見ているそうだぜ。そして、単に流行りに乗っかるだけではなく、この音源は流行りそうだなと思った曲を、当たりをつけて保存しておくそうなんだ。動画投稿の裏では、そんな努力があったんだ。それにしても、流行る前に目星をつけて先取りしておくだなんて、やっぱり意識からして違うんだね。ほとんどの人は、流行り始めてから自分もそれを真似て投稿するものだからな。クリエイターとしての意気込みを感じるぜ。その他にも、撮影時にはライティングや背景まで曲に合わせて変えて、視聴者が気になってコメントしたくなるような小物を、あえて後ろに置くこともあるそうだ。すごい。そんなことまで考えられていたとは驚きよ。インフルエンサーやタレント活動の他にも、そのマーケティング力を活かして、セミナーに登壇することもあり、多くの人へアドバイスをしているぜ。今の SNS 界に、なくてはならない人なんだね。そうだな、
それに彼女は SNS 界を飛び出して、新たなことにもチャレンジしている。2023年6月には、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが作詞、作曲をした楽曲で、歌手デビューも果たしているから、ますます多くの人に愛される存在になりそうだな。今年もどんな活躍が見られるのか楽しみ。最後に紹介するのは、シンガーソングライターの、今瀬さんだ。2024年5月の時点で、彼がこれまでにリリースした楽曲は、累計再生回数が100億回を突破している大注目のアーティストなんだが、実はまだデビューして3年も経っていないんだぜ。100億回?あまりにも大きな数で、聞き間違えたのかと思ったわよ。今瀬さんは自身のすべての楽曲で、作詞、作曲を手掛けているんだが、驚くのは、音楽活動を始めたのは、2020年11月のことで、それまでは、全く楽器経験もなかったんだぜ。初めて楽器を持って演奏してから、たった数年でここまで有名になったの?ああ、信じられないぐらいすごいことだよな。今瀬さんはもともと歌うのが好きだったそうなんだが、少年時代はサッカーに明け暮れ、実家で歌謡を手伝ったりもしていたんだよ。音楽活動にはまだ無縁って感じがするわね。音楽を作り始めることになったきっかけは、今瀬さんの友人がギターを購入したことで、その時に、自分も弾き語りをしてみたいと思ったそうなんだ。その後、SNS で15秒から30秒ほどのショート尺で楽曲が投稿されているのを見て、自分も短い尺だったら作れるかもと思い、曲作りのための機材などを揃えたそうだぜ。やってみたいなぁとか、いいなぁって思っても、なかなか機材を揃えるところまではいかないよ。その行動力は尊敬しちゃうわ。今瀬さんが数十秒程度の短い曲を SNS に投稿すると、これが瞬く間に世界に広がって大バズりしたんだ。そして、音楽活動を始めてから、たったの1年でメジャーデビューを叶えたんだぜ。しかも、初めて発表した曲は、いきなり週間チャートで1位を獲得したんだよ。そんな怒涛の勢いで売れていったのね。今瀬さんは、活動を始めた頃は音楽を仕事にするというビジョンはなくて、社会人として一般企業で働き続けるつもりだったというから、本人も驚いているかもしれないな。今瀬さんの楽曲でまず思い浮かぶのは、やっぱりナイトダンサーよね。何度もテレビや SNS で聞いて、すごく印象に残っているの。あの曲は、日本のみならず海外でも人気になった曲だからな。2022年にリリースすると、TikTok で踊ってみた動画がバズり、さらに韓国アイドルが、今瀬さんの楽曲で踊ってコラボしたことが大きな話題になったぜ。韓国アイドルのファンの人たちも、今瀬さんの楽曲に注目したでしょうし、まさに追い風が吹いたって感じね。2023年には、韓国やタイでもライブをして、ますます活動の場を広げているぜ。ポップスを作る上で、キャッチーさをとても意識しているという今瀬さんだが、制作の仕方は至ってシンプルで、とにかくたくさん曲を聴き込んで、そこから湧いてくるインスピレーションを、曲に落とし込んでいるそうだぜ。これだけ聞くと、なんだか簡単な作業のように思えちゃうけど、このシンプルなやり方から、独創的な曲を作ることができるって、やっぱり今瀬さんってすごい人なんだね。日本の音楽界の超新星と言われる彼の勢いは、まだまだ止まらないだろうし、これから新たな楽曲をたくさん世に送り出してくれるのかと思うと、本当に楽しみだよな。それに、今瀬さんのように音楽経験がゼロであっても、アーティストを目指してみたいっていう人の希望になったんじゃないかなと思うわ。彼のように、数年であっという間に人気アーティストの仲間入りを果たす人が、これからどんどん出てくるかもしれないな。無名から一気に有名になった人の、いろいろなエピソードを聞いてきたけど、いつ人生が180度変わるのかわからないものね。本人も全く予想していなかった展開が、待っていることもあるからな。今回紹介された人たちが一気に有名になったのは、運が味方したのもあるかもしれないけど、みんな他の人には負けない何かを持っているなって感じたよ。そうだな、自分の強みや個性を磨いて、それを発信していけば、誰かが見ていて評価をしてくれるかもしれないぜ。SNS が、そういう人たちが輝ける場になるといいなって思うわ。そうだな、まだ世間に知られていない才能や魅力を持った人たちが、どんどん羽ばたいていけるための、一つの手段になるといいな。私もまだまだシンデレラストーリーを諦めずに、自分磨きをするわよ。
どんなところを売りにしていくんだ？それは今から考えるわ。先は長くなりそうだな。というわけで、今回はこの辺でお開きにしよう。ご視聴ありがとうございました。